フスカは旧チェコスロバキアのプラハ出身の女子体操選手。実際の発音はビエラ・チャースラフスカーに近い。1998年に国際体操殿堂入りした。1967年のヨーロッパ選手権で平均台の競技をするチャスラフスカ。1964年東京オリンピックでチャスラフスカは人気選手となった。平均台、跳馬と 個人総合の金メダルに加え、団体でも銀メダルを手にした。優美な演技は日本においてオリンピックの名家体操の名家と称えられた。しかし、チャスラフスカのメキシコオリンピック参加は政治的事情のため非常に危ぶまれていた。チャスラフスカは1968年のジェコスロバキアの民主化運動の支持を表明して2005宣言に署名しており、 同年8月のワルシャワ条約機構による軍事介入、プラハ侵攻によって身を隠さざるを得なかったのである。1968年メキシコシティオリンピックはプラハ侵攻の直後であり、チャスラフスカはオリンピック直前にようやく出国を許可された。チャスラフスカはこの時、祖国であるチェコスロバキアの屈辱を跳ね返すために最高の演技を近い競技に臨んだと後に語っている。 五輪本番は抗議の意を示すため濃昆のレオタードで競技を行った。チャスラフスカは不十分な準備の中圧倒的な強さを見せるが床競技の判定においてこの政治的事情の影響か金メダルは微妙な判定によってソ連の選手とダブル受賞となった。種目別で唯一優勝を逃した平均台のメダル授与式においては金メダルを獲得した。 ソ連のナタリア・クチンスカヤの受賞の間、チャスラフスカも顔を背けることで抗議の意を示したが、口述する2008年のインタビューにおいて内心はかわいそうだと思いましたと振り返っている。チャスラフスカは最終的に跳馬、団地外平行棒、床と個人総合で金メダル、平均台と団体種目で銀メダルと、 女子体操の6種目全てでメダルを獲得した。メキシコオリンピックでの競技が終了して間もなく、チャスラフスカは同じ旧チェコスロバキアの国籍で東京オリンピック男子陸上1500メートル銀メダリストのヨゼフ・驚ドる陸軍中尉と結婚する。二人の馴れ初めは東京オリンピックの報告会で一緒になっている。うちであり、メキシコオリンピックに参加前、驚きる注意は チャスラフスカの両親に会って話をした。その後もチャスラフスカは2 0 0 5宣言への署名撤回を拒否し続けたので、チェコスロバキアの正常化体制時代、チャスラフスカは非常に困難な状況に置かれ続けた。1989年11月、ビロード革命によって共産党体制が崩壊すると、チャスラフスカはハベル大統領のアドバイザー及びチェコ、 日本協会の名誉総裁に就任した。大統領府を辞した後には、チェコオリンピック委員会の総裁も務めている。チャスラフスカの引退後から、女子体操界はより若年で小柄な選手たちによる、アクロバット的な演技が主流となったが、チャスラフスカはこれに苦言を呈することが多かった。しかし、1987年に離婚したオドロジルが、次男とのトラブルの末に死亡するという事件が起きた。 この事件によりチャスラフスカは、うつ状態となり、ブラハの施設で治療を受けるようになった。2008年8月において、チェコ主要紙のイドネスのインタビューに応じ、同年の南オセチア紛争におけるロシアの対応を批判した。2016年8月30日、74歳で没した。チャスチチラフスカは、東京オリンピックに出場した際に、日本のファンが、 体操競技に詳しいことに驚き、また、滞在中に、多くの日本人ファンからセンス、浴衣や日本刀などをプレゼントされたことに感激したことを語っている。それらの贈り物は2013年の時点でも自宅に保管していた。2010年、日本国の秋の叙勲にて、朝日中女賞を受賞している。チャスラフスカは死去の1ヶ月ほど前に、朝日新聞のインタビューに応じており、 余命宣告を受けていたことを告白していた。ありがとうございます。